近い。あたしも審判だ、審判。審判？当たったらピッチです。やんないよ、ね。やんないよ、そんなの。ピッチボール1回目に取れたことない。でも、ニアンさん、学生時代は。学生時代一番学生アドリジックなんですよ。カメラとか、インターとか行くよ。え？カリギュー分、帰宅から、ね。高校からさ、大学に行くんですよ。あれか、職業企画だ。ピアノって言ってくれない。何のために企画してたと思って。あれはね、普通だったんですよ。ピアノかなり好きだった。コンクールとかですか。コンクール出たよ。町田市の駅。え、緊張？緊張だしとか、該当者が止まった。そうそうそう、ダメだったんだ。緊張に値する子がいないって。そう、そんなんあるんだ。あるある。絶対誰かは取るんだと思った。ああ、違う、1位、2位、3位じゃない。緊張はじゃあ、いっぱいいればいっぱいいるんだ。そういうわけじゃない。全員うまかったら全員緊張じゃない。いいですよね、全員うまかったら。だって全員下手だったら全員賞なしでしょ。ああ、それはね。こっちはなんかすごくなってる。え、あっちすごい。あ、ほんとだ。なんか秋に夏が流れたんじゃない。ちょっとすごくなってるな。
それを矢をさ取って包丁したの。さただのカモだ。してた俺かな。うん。今じゃん。スピリチュアル。使ってるな。今度はそれ使っても使ったっていうことだ。矢がもと一緒だよ。Thank you.